皆さん、こんにちは。インスパイの蓋です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、恒例となりました、Facebook ページの、クリック数ランキングというものを発表していきたいと思います。こちらは今年に入ってから、ランキング形式で発表を始めたんですが、やっぱりね、定点観測していくことはすごい大事だなと思っていて、定点観測していって、一年やっていったらですね、やっぱりクリックが増えた。そのクリックについてやっぱり考えていくっていうことね、改善していくっていうことが大事なんだなっていうことを一年改めて振り返ってみて思ったりもしています。今年12月これで終わりますので、一年振り返って、その辺またですね、別の機会にまとめていきたいなと思いますが、今日はですね、12月、の12日ということで、2015年の11月の Facebook のクリック数ランキングを見ていきたいと思います。ではまずこちらからご覧ください。はい、第1位からいきたいと思いますが、第1位249クリックということで、これ2796に対して249なので、10% 弱ぐらいの、クリック数ということなんで、結構いいクリック数じゃないかなと思うんですが、リンクのクリックが140のその他が109ということになっています。一応だけ簡単説明しておきますが、通常のリンクをシェアした場合は、この URL をクリックするのがリンクのクリックに入って、この下側のですね、サムネイルが出ている部分、ここをクリックするとその他に入ることが多いです。これちょっとね、一概に言えなかったりすることがあるんですけど、一般的にはそうだと思って、ちょっと見ていただきたいと思います。第1、249クリックですね。素晴らしいですね。しかもこれ自分のウェブサイトに誘導できたということなので、249人を誘導できたって、これかなりいい、確率ですね。ありがとうございました。はい、続きまして第2位なんですが、こちらです。やっぱりこのですね、あんまりいいニュースではないんですけど、やっぱりこの新しいものをいち早くお客様に知らせるっていうことは、やっぱりですね、ニーズとしてありますよね。特にスマホでアクセスしている人が多いので余計なんですけど、阿藤海さんが亡くなったというニュース、146クリックということで、108人の方がクリックされたということになっているわけなんですが、で、皆さんもいろんな考えがあると思いますけど、僕はね、個人的には Facebook ページっていうものは、自分家の投稿、自分家に飛ばすための投稿だけではなくて、こういったものもね、どんどん入れていくべきだと思っています。というのは、企業として、もしくは、そのページを運営しているものとしての考えというものを、やっぱりね、こう出していった方が、こう出すというかですね、いいと思っていて、自分が、会社が、応援していること、気になっていることであれば、そういうニュースはどんどんシェアしていった方がいいなと、個人的には思っています。はい、第3位に行きたいと思いますが、こちらです。144クリックということで、インスパイア株式会社が破産手続き開始ということで、負債9億円というニュースなんですが、これはうちの会社名と非常に似通ってるんですが、伸ばす位置がね、マイク後ろかって違うものなんですけど、たまたま帝国データバンクを見ていたら、大型倒産速報に出ていて、いやー、ちょっとね、びっくりしたんですけど、皆さんもね、勘違いして、一応ここ一瞬うちかと思ったっていうふうに書いてるので、うちとは思ってないと思うんですが、やっぱ気になる方多いんでしょうかね。全然僕も知らなかった会社なんですけど、思わず見ちゃいましたからね。こんなものがあります。144クリックです。ちょっと釣り記事っぽいかもしれませんね。はい、続いてこちら。126クリックということで、これもですね、やっぱり、リアルタイム性っていうもので、クリックされたものだと思うんですが、たまたまテレビを見ていたら、生中継で、カトゥーンの田口くんが来春でジャニーズを辞めるっていう発表を生放送でして、当然ですね、そこに出てる司会の方々とか周りの人もみんなびっくりしたっていうニュースがあるんですけど、で、これをツイッターでいち早くつぶやいて、そのつぶやいたリンクを Facebook ページでシェアしたんですが、やっぱり皆さんびっくりしてですね、クリックしたんじゃないかなということで、126クリックというふうになりました。はい、続いてこちらですね。女子高生モーニングコールに書きまして110クリックってなりましたが、こちらもですね、8% ぐらいのクリック率になってますけど、女子高生がモーニングコールを行ってくれるサービスということで、これ面白いなと思うのは、実はこの
短縮 URL サービスを使って、ホビットリーっていうのを使ってますが、短縮の部分よりも、その他のクリック率が高い、クリック数が多いって、ちょっと珍しいパターンですね。大体リンクのクリックの方が多くなることが多いんですが、その他が多い。なんでかっていうですね、これ今出てないんですけど、ここに女子高生がモーニングコールをしてるみたいなイメージ写真が出てたんですね。おそらく、そこの方がクリックしたい、心情に駆られるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、そういう心理ってすごくありますよね。面白いなと思いました。そしてこちらなんですが、101クリック、アンパンマンとジブリっていうことで、これやっぱりね、そのキャッチコピーがいかに大事かということだと思うんですが、これ一流はテーマを隠す、二流はテーマをばらす、三流はテーマがぶれるっていうことについて書いた記事に対して、そのことをアンパンマンの絵でキャッチさせて、そこにこのテーマを知ってしまったら、ジブリもアンパンマンの映画も見なくて良くなってしまう、かっこ汗みたいなのがあると、やっぱ気になってね、見たくなりますね。で、これ面白いのは、これはやっぱりリンクのクリックが85のその他が16ということで、圧倒的にリンクの方がクリックされてるんですが、Facebook ページから自分のホームページに誘導できた例としては、かなり優秀な、キャッチコピーと、サムネイルだったんじゃないかなと思っています。続いてこちら、86クリックということで、アダルト動画 VS ゲームというのを書きましたが、ある大手アダルト動画サイトの発表によると、人気ゲーム発売の日にアクセス数が激減したというね、謎の発表だったということなんですね。で、これ86人がクリックされてるわけなんですけど、やっぱこういうすごくこう、なんていうんですかね、まあアダルトっていうのも結構実は反応いいんですけど、まあ僕の、Facebook ページ見てる人は男性の方が多くて、まあこれ系のニュースっていうのは反応されるんですけど、あとね、そのゲームとのね、相関性ってなかなか面白いですよね。いいねだけでクリックする人が多かったですね。はい。そう。面白いのは、これずっと言ってなかったんですけど、クリック数が多いものといいねっていうのは、必ずしも、比例していないっていうことがポイントなんです。これ11いいねしかないわけですよね。11いいねしかないけど、86クリックになっています。これちょっとずっと最初からやってみますけど、例えばこれなんかは、これはね、結構ね、反応があったので、いいねも、増えていますけど、こちらのものなんかは、まあね、あと解散なくなったって全然いい話じゃないから、当然いいねは少ないの、これはわかるんですが、これは違ってよかったっていうことで、多分いいねだと思います。面白いネタだねっていうことでいいのかもしれません。で、これなんかも、11いいねしかないわけですよね。でもクリックは126してるわけ。つまり、クリックするっていうことと、いいねするっていうことは、スマホの場合はタップする、パソコンの場合はマウスをクリックするっていうことは、同じ作業、ね、同じ動作をしてるんだけど、いいねを押さないでクリックするっていうことが、まあ、ポイントなんですよね。これもそうですよね。モーニングコールの方ですね。18いいねしかないけど、110人がクリックしてるってことがポイントなんです。で、逆に、写真で見せてる場合は、写真はクリックするけど、リンクはクリックしないみたいなのをすべきだし、このね、二つの組み合わせがあります。はい、続いてこちら、82クリックということで、カバー曲ということで、エリック・クラプトンの Change the World、有名ですね。ホイットニー・ヒューストンの I Will Always Love You、これも有名ですが、これらが、カバー曲だって知ってましたかということで、知らなかったということでね、皆さんも、クリックされましたと。82クリックになりました。はい、続いてこちら、ヤマト運輸さんの、これ珍しく、最近僕サムネイルを出すようにしていて、写真を添付することをやっていないんですが、ちょっとこれサムネイルだと入らなくてですね、縦長で。で、それで写真を添付したんですが、そうすると、16リンクのクリックのその他が36で、そして写真表示数が20となりました。これ、その他がちょっとわかんないんですけど、写真の表示数が20あるということで、これの詳細見たいと思ってね、スマホだったら拡大してみたりとかっていう人が、まあ、いたんじゃないかなっていうことですよね。はい、続いてこちらです。56クリックということで、Facebook の個人ページと Facebook ページってどっちが反応がいいのっていうことに関してなんですが、これもね、56人の方が興味を持ってくださったということで、まあ、自分のウェブサイトの誘導もね、できたという事例ですね。はい、そしてこちら。どんなに良くてもリピートしない事例ということで、
これなんかもすごい典型ですよね。もう37リンクのクリックのその他が3というような、形になっていますけど、このぐらいね、極端になってきますね。はい。では、続いて見ていきますが、こちら、28クリックということで、同時多発テロということで、いやー、これもですね、本当に、悲惨な事件が、ニュースっていうかね、流れてきましたけど、まあ、これに関して、Facebook が災害情報センターを、開始したっていうことに関してのニュースを上げています。はい、続いてこちら。これは自分のブログの誘導なんですが、27クリックということで、Facebook が検索エンジンに参入するかもしれないということで、スクープですよっていうことに関して、これなんてもう27の0ですからね。だからサムネイルじゃなくて、そのリンクの方をクリックしてるってことがよくわかりますよね。続いてこちら。ケンコーコム25クリック。ケンコーコムが、大赤字で、楽天が完全子会社化するっていう発表。これもやっぱりリンクのクリックが24のその他1ということで、サムネイルを押さないんですよね。サムネイルってやっぱりこの押すものってやっぱりこう写真で視覚的に訴えるものは押すんですけど、やっぱりロジックで書かれている文章とかこういったものはやっぱりリンクの方に行くなっていうのがなんとなくね、見えてくると思います。そしてこちら、インスタグラムセミナーなんですが、これもですね、ちょっと面白いことしてみたんですが、このセミナーのやっているその実際のね、ホワイトボードっていうものをこういうふうに出してみたんですが、これもやっぱりリンクのクリックが22になりました。これ写真かなと思ったらね、ちょっと拡大してみようかなと思って、写真の表示数、写真かなと思ったら、まあ実際ウェブサイト飛ぶんだけど、それがもうちょっといるかなと思ったんですが、やっぱりリンクの方に行ったという感じですね。そしてこちら、ブラウザーについて死ぬほど調べてみたっていうニュースなんですが、これもこのような形で視覚的に、グラフでですね、パソコンとスマホ、世界と日本ということで対比したものを作ってみたんですが、やっぱりリンクの方法をされたということですね。そしてこちら、これもなかなか面白いんですが、これ昔のね、僕の記事に追記したものなんですけど、メルカリがスマホアプリの月間利用者数でヤフオクを抜いたということで、非常にこれキャッチーですよね。そのグラフが書いてあって。で、おそらくね、リンクをクリックしてくださったんじゃないかなと思うんですが、これ昔の記事をね、もう一回見てもらえるということで、まあこういう手法は結構ありかなと思います。これ後で写真のとこに、メルカリのサムネイルをはめてるっていう例ですね。はい。そして、前回の、Facebook のクリック数ですね。10月分のが、なんかすることになってきたっていうことで、たくさんの人に反応をしてもらいました。そしてですね、あとポイント。ポイントに関してまとめましたっていうものも、リンクが18のその他1ということで、今回だいぶね、自社サイトに誘導するものができてきたなっていう気がします。そして LINE アット。ですね。こちらは面白いですね。これその他が8ということで、意外にこの写真の方を押してる人が多いっていうのは、ここやっぱり詳しく何書いてるのかよく見えないから見たいと思ったということなんでしょうかね。こちらを押してる人が多かったような気もします。押したらまあ写真じゃなくてね、ウェブサイトに飛ばされたという例じゃないかなと思います。はい。そして、最後ですけど、19クリックということで、男性脳と女性脳の違いについてっていうものがあります。で、今回ですね、まあ、正確には21個あるんですが、上げてみたんですけど、まあ、せっかくなので、ちょっとたくさん調べてみたんですね。で、ここは入りきらなかったものを、まだ、ページには出てませんが、この後ですね、22ページ目、23ページ目っていう形で、ちょっとすぐ出てこないけど、34ページまで用意しておきましたので、まあ、どういうようなものがね、反応率が良かったかって、よかったら見てください。はい。ということでですね、今日は Facebook ページのクリック数ランキングっていうのを発表してみたんですが、これ毎回言ってるんですけど、別に発表する必要は皆さんはないと思います。発表する必要は全然なくて、個人的にやっていただきたいんですけど、やっていただきたいことは、このクリック数を計測するっていうことです。定点観測して、で、実際にどうやってやったらクリック数が増えていくかっていうことを検証して、どんどん改善していくっていうことを、してください。僕1年やって、だいぶこれが分かってきたな、ということです。ぜひ皆さんもやってみてください。
はい、今日は Facebook ページのクリック数ランキングを発表しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。